皆さんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエストビルダーズ実況6回目になりますぞい。今回も第1章のメルキド編をプレイしていくからね。そして現在ロロンドの方にクエストが出てるんですが、これ見てよ、今までと違ったパターンのやつだね。今まではびっくりマークだったんだけど、これ剣のマークだよね。バツ印、これはおそらくなんか戦いのクエストになるんじゃないかと私ピーマン思ってるんですが、どうでしょうか。戦いは避けて通りたいけどね。まあいいでしょう。ちょっと聞いていこうか。どうしたロロンド、話を聞かせてくれ。顔近いな。キスしてるよね。気持ち悪い。何、たたた、大変だ。何が起こった。なぜかわからぬが、魔物どもがこの街を襲おうとしている。初の展開だね。魔物を襲われたことはなかったけどね、街自体は。何、何としてもこの街を守ればならぬ。お前の妄想じゃねえか。戦う備えて準備を整えてくれ。お主と共に戦うぞ。マジか。この町とピリンを守り抜くのだ。急展開来たね。彼の言う通り、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。ここは新たなメルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して、竜王の配下の魔物たちを撃退するのです。わーお、嘘でしょ。さあ、戦いの準備はよろしいですか。まだだい。青か、お前。初めて聞いたんだよ、ここで。怖えな。いや、これ準備していこうよ、みんな。恐ろしいことになるよ。初めてのパターンだからさ。これたくさん敵来そうだね。よし、準備の方ができたので戦いに挑んでいきたいと思いますよ。この街は必ず守りましょう。初めてのパターンだ。ふう、本格的な戦いです。ピーマン、あなたの勝利を信じてますよ。勝ちますよ。負けるわけにはいきません。ピリンは絶対守る。おお、来た来た来た。こんな戦いの始まり方なんだ。おどっか来んの、どっか来んの。怖い怖い怖い。何、骸骨軍団が襲いかかってきた。どこから、どこから。ピリン、中にいなさい。来た来た来た。こいつ何してんだ。お前ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえ。何してんの。どけどけどけ。倒すぞ。ほら。あ、これ割りかし強い、割りかし強い。おい、戦って戦って。ロロンド、ロロンド、まあ、ロロンド頼むよ。はい、切りなさい、切りなさい。めっちゃ来るじゃないですか、めっちゃ来るじゃないですか。めっちゃ強いし、めっちゃ強いし、めっちゃ強い上に。やばい、骸骨くんし、やばいやばい。何この壮大な戦い。嘘でしょ、嘘でしょ。ロロンド、ロロンド頑張って。めっちゃ来るんですけど、隊長が現れた。嘘でしょ、こいつが隊長か。あ、強い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 。傷薬、傷薬。はい、オッケー。レッツゴー、レッツゴー。ロロンド、後ろか。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。共にレッツゴー。倒せ、倒せ、倒せ。イエース、イエース、イエース。守り切ったぞ。ナイス、ロロンド。勝ったぞ、俺たちは。すべてのモンスターたちを倒した。イエース!バトルコンプリート!すごい戦いだったけどね、すぐ終わったわ。めっちゃ来たね。こうやって攻めてくるんだ。恐ろしいね。数が半端なかったぞ。これで絹棒の旗もより大きく輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。マジで?しかしピーマン、竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。魔物たちは人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。きっとこれからはこの町を潰そうと魔物たちが定期的に襲ってくることになるでしょう。そうなんだ。何としても魔物たちがこのまま町を守り抜き、いつかメルキドを支配する巨大な魔物を倒すのです。いや、いいよ、そんなんいいよ、そんなんどっちでもいいわ。ピリンとこのジジイと二人で、三人でね、平和に過ごせたらいい。これ以上何も望まない。今のまんまでいい。え、なんですって?どうした?そんなこと自分だけがわからない。役割とか責務とかやっぱりよくわからないですって。よくこの主人公不満言うよね。物を作るのは好きだが、誰かに作らされて魔物たちと戦ったりしたくないと。いや、もう作らされてて戦ったよ。何歩ほど作らされてんだよ。ピリーにもこのジジイにもね。完全あんたは今奴隷としてこの場所に生きてるからね。今更すぎるだろう。ほう。え?この地での、私の役割は終わったようです。嘘でしょ?いや、行くなよ!共にまだ作ろうぜ!どこに行く?新しい地で再び会える日を楽しみにしてます。ふざけんじゃねえ。どこに行くつもりだ。すべては精霊の導きのまま、ほとんどお前何もしてねえじゃねえか。ざけんじゃねえよ!青の石板を手に入れた。謎のアイテムだ。お?まばゆい光が僕を包み込み。やったね。お、喜んでるね。素晴らしいぞ。やったね。お、なんか来たよ、新しい住人。誰だこいつは。急に走ってきやがった。すげえ。三人目の住人だ。話しかけていこう。うん。お前は誰だ。いや、こっちのセリフだよ。お前が誰だよ。名乗れよ、聞く前に。
そうだね、作ってるんだよ。奴隷として今頑張ってるんだよ、俺は。は？は？は？なんだってボケディスりやがって、スライムの餌にしたのか、お前。いや、勝手にいるなよ。勝手に居座るなよ。そんな許可出した覚えねえよ。俺はロッシー。まあ、長居する気はねえが、よろしくな。よろしくないじゃねえんだよ。許可出してねえよ。帰れ帰れ。ここは女以外立ち入り禁止だ。女とおっさん以外はな。オーケー、ロッシーが仲間に加わりましたよ。ピリン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 の話も聞いていこう。ありがとう。いや、ピリンのためなら全然問題ないよ。当たり前のことをしただけだからね。ちょっと見て、これ。おかしいね。この絵面あかんねえ。この絵面、ちょうどピリンの頭が、ちょうど股間の前に来てる。これあかんねえ。R18 だね。ドラクエじゃないね。エロゲーだね。絶対ダメでしょ。当たり前のことは当たり前のようにしただけですから、今後も当たり前のようにピリンを守っていくのが俺の仕事だし、当たり前のように奴隷として働くのが俺の仕事だから全然問題ないよ。それが嬉しいんだ。何？話したよ。あいつだろ、ロッシーだよ。気持ち悪かったわ。うん。いやいや、あいつは協調性がないからね。ダメだよ。オーケー、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。初めてのね、この魔物たちの戦いでございましたが、勝つことできましたよ。なかなか難しい戦いだったけどね。とりあえずゴリ押しゴリ押しゴリ押しで倒したよ。お、なんか焼いてるね。家の中でなんか料理してるね。何作ったの？え、何も作ってないの？何も作ってない。何焼いたんだ？何焼いて何勝手に食ってんだ？みんな協力しようね。勝手に作ってくんじゃねえ。何やってんの？二人で何じゃれてんの？腹立つわ。終わったんかい？急に終わったな。何そのじゃれよ。全然楽しくねえよ。何もしてねえじゃねえか。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。初めての魔物との戦い。また焼いてるね。また焼いてるね。終わりたいの？終われないね。何焼いてんの？気になるから。何焼いてんの？お？収納ボックス入れてくれる？あ、入れた？あ、入れたね！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。入れてる、入れてる、入れてる。何作ったのか最後見ていこうよ。お、お、何と、ピリンは何作ったの？何も作ってねえじゃねえか、お前。何なんだよ、さっきか。作ったのか作ってねえのか、はっきりしてくれよ。何埋めてたんだよ。犬か、お前は。おほほほ、あたたたたた、やっとるね。すげえもんできたんだろうな。いや、だから、え、何？何も作ってないの？この子、サッカー何がしたいの？ここに埋めてたよね、さっき。何埋めたの？犬だろ。また作りに来たよ。定期的に作りに来る。病気か。心の病気だろ、これ。何がしたい？全然できてねえし、何炒めてんだろう。完全に油使ってなんか炒めてるだろう。入れないの？くれないの？もういいや、いいや、終わろう、終わろう。OK、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。もう何があっても終わるからね。終わらせてくれ、頼むから。初めての戦い、そして新たな住人、ロッシというのが来ましたね。ここからはもう、この、今いる住人たちと力を合わせてね、精霊様はもういないので、新しい地でまた会おうとのことだったんでね、精霊様の力は借りずですね、私ピーマン、そして今いる住人と力を合わせて、この街をね、大きく発展させていきますのでね、次回の実況もお楽しみに。これから本格的に始まるってことだよね。実況6回目にしてチュートリアル的なものがようやく終わったってことなんだよね。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。